皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、プレイステーション5版のオンザロードトラックシミュレーターをやっていきたいと思いますよ。いやー、久しぶりに快晴天気いいですね。前回のね、荷降ろし先の港からスタートしてるんですけども、今日はね、どうしましょうね。またね、ちょっと行ったことのない地域をちょっと行ってみたいのって、あと間違ったどうしようかな。ここはあれかな。あ、間違った、間違ってしまった。決定ボタンが X。ああ、ここでも入居できるんですよね。ただ、あんまり遠いとね、ゴールできないので、うまい具合にね、近いとこ。あ、近すぎるね。北側に向かってっちゃいたいんですけども、ああ、南っていう手もあるのか。まあ、2000ユーロぐらいのね、お仕事がいいんですけども。ああ、南に行く仕事が多いね。これも南かな。あ、これは東だね。東じゃねえが、西か。あー、なるほど。まあまあいいか。これでね。よーし。では、多分入居先が、多分ここなんですよね。あ、違うかな。ちょっと待ってくれよ。ナビが出てたはず。あ、ちょっと待ってくれ。あ、俺入居してないのか、これ。あ、二つあるのね。では入居先、あ、ここなんですよね、多分。待ってくれよ。トラックをね、無駄に出さなきゃよかったね。オーケー。そして、いやー、同じとこ選ぶとね、お、出てきた、やったー。これを開けて、入るかな。お、入った。 OK。 いやー、これバグなのかもしれんけどね、荷降ろし先でお仕事を取ると、マップがね、表示されないんですよね、ナビがこういう仕様になってるのかな。よーし、ではでは、行っちゃいましょうか。オッケー。いやー、いいねー。天気が素晴らしいでございます。
おっとおっとおっと、ちょっと待て。なんだったんだ今の。ちょっぱだから事故っちゃいましたよ。事故ってはいないのか。思いっきりぶつかったような気がしたけども。あの野郎はなんであそこで急ブレーキかけたんだろうね。まあこのオンザロードトラックシミュレーターはね、事故ってもね、車の損傷が、こう、目に見えて出ないっていうね。あそこうまいことついて、あんまりショックではないっていうね。多分ね、修理費とかがかかるんですけども、そんなに、まあ大体私が心配してるのは、サムネね。ああ、ナイスタイミング。いいよ。スムーズなの大好きですよ。よいしょ。いやー、まあでもね、街中、昼間、走るの結構いいですね。あ、ちょっと待ってくれ。これは違うね。あー、かっこいいね、マンのトラック。次、マンのトラック、ちょっと買おうかな。スカニアね。スカニアもかっこいいんだけども、マンのトラックをね、満を持して次は買っていきたいと思いますよ。あーっと、ちょっと待て。右下に残り出てるね。キロ数。あ、ちょっと待ってくれ。これは。ああ。行かないと。ワイパーを。ワイパーをつけたかった。待ってくれよー。よーし。ちょっとここでつけちゃおうかな、ワイパー。よいしょ。ワイパー。オン！オッケー。いいねー、ワイパー。水たまりできんの早くねえか。あ、ちょっと待て。あ、ついたね。ワイパーオンにしたのに、ワイパーずいぶん悠長じゃねえか、ワイパー。あんまり意味をなしてねえぞ。あと、ちょっと待て、ブレーキー。よし、ちょっとワイパーを。あ、いいね。でも、あんまりあれが。ワイパーがうるさいと。まあこれぐらいでいいか。よし。皆さんがね、見づらいですから。さすがにね。このまままっすぐ行って、101キロ結構あるね。ちょっと失敗したかな？でもね、時間も映るようになりましたよ、これ。右上ね、カーナビの。前まで時間がわからなかったんですけども、残りキロ数とね、なるほど。アップデかなんか入ったのかな？もしくは、さっきマップを私がちょっとあれかな。ねえ、マップの時に、入家する時にちょっと、クリックしたからかな。これちょっと検証が必要ですよ。いや、まあね、ありがたいことにね、私のこの動画を見て、おっと、1枚！あ、大丈夫だった。よかったー、ギリギリセーフ。あーね、話の途中でしたけども。ありがたいことにね、この動画を見て、オンザロードトラックシミュレーターね、結構、買っていただいてるみたいでね。トラックドライバーの時もそうだったんですけども、まあ私ね、このオンザロードトラックシミュレーターの、会社のものでも何でもないんですけども、
まあね、結構面白いですよと、結構ツイッターとかね、もしくはこのコメント欄ね、やべ2車線使ってね、まあしょうがねえが、でまあ結構宣伝じゃないですけども、まあ面白いですよっていうのをね言ってまして、まあ何人かのね視聴者さんからツイッターの方ねダイレクトメールいただきまして、こちらの方購入することにしましたよみたいな、まあ YouTube のねコメントの方に書いていただいても全然そういうの情報でしたらねいいと思うんですけども、結構律儀にね、まああれでしょうね、コメント残したくない方とかいらっしゃいますからね、確かにその気持ちはわかるので、全然ね Twitter の方でもありがたいでございますよ。まあこういう輸入版のソフトなんていうものはね、やっぱり誰かしらやってる人のやつを見ないとねわからないからね、ましてや説明とかチュートリアルがね、あとぶつけちまった、全部英語表記なので、まあ難しいですよね。っていうかね、左側でめっちゃ煽られてるわけ。よし、左車線走っといた方がいいねこれね、危ねえわ。そして向こう側の車と正面衝突とかありそうだから怖いんですよね。おっと、いやーやっぱね、このトラックドライバーとね、最近私がやってるバスシミュレーターですよ皆さん、バスシミュレーターとね、やっぱハンドル操作がねやっぱ違うんですよね。おっと、なんでこんなにハンドルがね引きにくいのかと。思うとるんですけども、まだだね、ここぐるっと回って南に下るのかな多分ね。いやー最初あんなに晴れてたのに、いつの間にかこんなね雨が降るっていうのもね。あ、よし、行きまーす。いやー後ろでね、万のトラックがめちゃめちゃ煽ってくるわけですよ。私は譲りませんよ。だってここ一車線だもんね。よし、ここを右折。あ、晴れてきたね。ワイパー。あ、ワイパー。ダウン。オッケー。何気に下ってんのかね、ちょっとずつ前に進んでるけども。残り53キロ、半分ぐらい来ましたね。よし。行きまーす。ここから多分ね、高速道路に入るはずなんですけども、いかんせん曲がりにくい。このハンドルの切りにくさ。あーし。合流しちゃいまーす。ナイス合流。まあね、オンザロードトラックシミュレーターもね、多分私、PC 版のね、ユーロトラックシミュレーターね。まあ、アメリカントラックシミュレーターももちろんやるんですけども、そちらをね、買うまで、多分こちらの方はずっとやってると思いますので、まあね、コントローラーも慣れてくと思うんですよね。
まあ将来的にあれですよ皆さん、コントローラーでね、プレイステーションのコントローラー使って、まあ多分 PC でね、やると思うんで。あー、やっぱクルーズコントローラーね、これ発見してから高速道路ではね、結構使うようにしてるんですけども、まあ楽ですね、だいぶ。まあ、プレイステーション5のね、コントローラーはよくあのトリガー部分はね、ドリフトって言ってね、パカパカしてきちゃってね、ボタン押しっぱなしのね、状態になるっていうのが、まあまあ多々あるらしいんですよ。なので、こういうね、まあ、カーゲーとかね、こういうトラックシュミュレーター系っていうのは、やっぱアクセルずーっとね、まあ、押してるってことが多いので、まあね、クルコン使うと、もうブレーキ、かけるとき以外はね、もうずっとね、いけちゃいますので、まあ、大変ね、コントローラーの寿命を伸ばすっていう点でも、まあ、使うのがいいのかなと。残り30キロ。思いのほか結構スムーズに来てますね。いやー、いい景色だ。まして晴れてるしね。いや、ちょっと待ってくれよ。ここら辺で一回に。タクシーなんていうのはね、ちょっと申し訳ないけども、サムネをね撮りたいわけですよ。ああ、いいね、かっこいいね。でも光が当たってないね。あ、間違った。これあれかな、まあ、かっこいいんですけども、めっちゃ渋滞してるっていうね。アップにできないのがね。まあいいか。はい、ごめんなさいよ。私、満足でございます。ここはまっすぐですね。残り24キロ。まあいいんじゃないですか。よし。まあうまい具合にね。今日はスムーズな運行をしておりますよ、私。いやー、ユーロトラックシミュレーター楽しみなんですよね。ただね、いかんせんね、この2021年5月時点で、ビデオカードね、グラフィックカードとかの値段がね、相場の2倍以上ということで、ものすごくね、買う時期じゃないんですよ、これがまた。なので、まあ、ここら辺ね、おのおのあると思うんですけども、ここで右車線。まあ、7月あたりね、私が、まあ、お客様にね、よくおすすめしていただける、ドスパラさんのね、ガレリアとかね、あそこら辺がちょっとね、まあ、安くなるかどうかわからないんですけども、まあ、キャンペーンをね、決算かな、ドスパラさんのね、決算が7月ということって、そこら辺のね、いろいろ見てるんですけども、まあ、買えればいいかなとは思ってるんですけどもね。まあ、今年はね、結構プレイステーション5のゲームといいますか、
まあ、プレイステーションのね、タイトルが結構出るんですよ。まあ、今ね、私がクロシスさんとやってる、あの、ディビジョンね。ディビジョンの3もね、出るみたいですし、まあ、あの、もう一個でやってるバスシュミレーターね。あれもバスシュミレーターのね、なんと、あの、アメリカ版がね、出るらしいんですよ。皆さん。まあ、パッと見ね、ものすごく面白そうなので、まあ、バスシュミレーターの方もね、ちょっとやっていきたいなとは思ってるんですけども、まあ、それぐらいのタイトルあるとね、やっぱね、PC ゲーの方いけるのかと。あの、時間的にね。まあ、ほんとそこなんですよね。これ言っていいのかな？待ってくれい。左折は赤信号でございまーす。ルーフカメラないと見えないね、俺は。よし、行きまーす。いやー。少しずつね、毎月、あれなんですよ、私なんていうのは。あの、ちゃんとね、ゲーミング PC 買うようにね、貯金をしてるんですけども、まあ、難しいんですよね。やっぱり、このコロナ禍ね。やっぱりね、いろいろお金がかかるんですよね。よいしょ。お、止まってくれ、車！危ねえ。危なかったぞ、今の。大丈夫か？さっきガードレールすっちゃったからね、俺。めちゃめちゃショック。4% って書いてあったけども、ちょっとすっただけで 4% も減るんだもんね、これね。まあ、ヒットポイントなのか何なのかよくわからんけども。よーし、ここですね。来ましたよ、皆さん。はい。まあ思いのほか100キロスムーズに来たんじゃないかな。やっぱね、運転が慣れてきたっていうのも多分あるとは思うんですけども。よし。バックが入りやすい。おや。よいしょ、まっすぐーにして。いいねー。よーし。ぶつかって音がしたけども。ああ。開けるのを忘れたぞ。おっと、もしかしてバグかこれ。入れねえぞ。ちょっと待て。 OK。 あー、やらかしたかもしれん。あ、入れた。あぶねえ。ちょっと待てよ。よーし。いやー、よし。よっ。よし、終わった。こりゃあれだね。多分壁につけちゃダメなんだね。手前で止めとかないと多分終了できませんよっていう。よし、終わりましたね。
いやー、なんとか閉めとこう。まあ多分バグではないんですけども、まあある一定の条件をね、まあ満たすと、この今左下に出てるね、このヒントとかが出てこないっていう状態になりますので、まあここら辺もね、条件いろいろあると思いますので、まあそのうちね、パターンが分かってくると思いますので、こちらの方もね、分かり次第ね、こうやりながら皆さんに説明してきますので、まあね、このオンザロードトラックシミュレーターやる方はぜひぜひ参考にねしていただければ嬉しいでございますよ。ってことでね、今日はドルトムントからここですね、ドルトムントからここのクロンゲかな。なんて呼ぶのかわからんけども、下の方に来ましたね。100キロぐらいね、来ました。まあ結構来ましたね、何気にね。まあこのままちょっとね、南聞くか、まあこっち側聞きながら、まあフランクフルトの方ね目指して、でもあれなのかな、これ一気にフランクフルト行く感じがしますよね、これね。まあフランクフルトもし行くとしたら、あれですね、途中ここの休憩エリアかな、多分ね。そうですね、ここの休憩エリアとかをちょっと挟みながらね、2回をちょっと続けてやっていくみたいな感じでね、南の方に今度行ってきたいと思いますよ。ニュンヘンとかありますからね。あー、ニュルブリンク、ニュルブリンクも行きたいですね。こうね、レースサーキット場がねありますから、有名なね。 OK ということでね、まあ今日は無事に運送が終わりましたので、一旦休憩を入れたいと思います。では皆さんね、また次の運送でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。